はい、それでは、始めていきたいと思います。僕のプレゼンテーションは日本語で、やっていきますけれども、まあ、資料には少し英語も入れております。はい、それでは、タイトルとしては、Dev コンテナーズ時代の Python 開発環境の在り方ということで発表させていただきます。はい、まず、お前誰よということですけれども、私、渋川と申します。まあ、今はフューチャーアーキテクトという会社で、まあ、仕事してますと。はい、まあ、そうですね、まあ、普段趣味で翻訳とか本を書いたりとかを今いろいろやってますと。はい、でまあ、好きな言語はまあ TypeScript とか Go とか書いてるんですけども、まあ、Python は大学の時からやっていて、もうかれこれ22年ぐらいですかね。なんで、まあ、Python を書くとなんか実家に帰ってきたようなそんな気持ちになりますね。はい、あと趣味はインラインスケートで、まあ、GitHub とか、まあ、Twitter とか、まあ、今 X ですかね、やってたりしますと。はい、で、今年は2冊本の翻訳を出しまして、まあ、サイン会はやらなかったんですけど、Python じゃないんでサイン会やらなかったんですけど、ソフトウェア設計のトレードオフと誤りという本の翻訳ですね。ソフトウェア、まあ、日本語だとソフトウェア設計のトレードオフが先なんですけど、現状だとソフトウェアミステイクス&トレードオフで、まあ、逆なんですけど、あとはエキスパート Python プログラミング のフォースエディションの翻訳もやりましたと。はい、であとはまあ趣味のインラインスケートで日曜日にイベントやるので、もしインラインスケートやられてる方で日曜日お暇な方がいらっしゃったら、光が丘公園って東京の北の方の公園でやりますので、僕スタッフやってますんで、まあ、ぜひ来ていただければと思います。で、あとうちの会社で、まあ、ぶっちゃけ言うと採用イベントなんですけど、まあ、ただでお肉食べれる会を11月29日にやるんで、これ社員も他の誰かを誘わないと参加できないので、僕も参加したいので誰か一緒に来てくれる方を募集してます。はい、ミートアップフォーフューチャーというので調べれば出てくるんですけど、参加するときは社員に声かけていただけいけないので、まあ、僕に言っていただければと思います。はい、それでは早速本題に入っていきたいと思いますと。はい、まず開発環境だとあれですね、まあ、なかなかこの言葉自体はあまり出てくることはないと思うんですけど、環境の分離、ですね、エキスパート Python プログラミングには、まあ、結構しっかり書かれてたりはするんですけど、まあ、これが大事ですよと。まず、まあ、なんでこんなのが大事なのかっていうと、まあ、僕が Python を書き始めた Python2.2 とかの時代ですね、日本語化パックが適用されたバイナリーが PythonJP で配布されてたような時代ですけど、まあ、もし開発者が1個のプロジェクトにしか属してなければ、まあ、普通にまあ、当時もジャンゴありましたけど、まあ、0.96 とかだったような気がしますけど、なんかそれをまあ普通に Python 上にインストールして、まあ、アプリケーションを書くというの、まあ、それで全然問題ないというか、まあ、それしかなかったんですけど、まあ、これでまあ問題なかったですと。はい、ただまあ複数のプロジェクトをやりますとか、例えばオープンソースプロジェクトをやりますとかだと、まあまあ、特にオープンソースだと Python 3.今サポートされている最新最低が多分 3.8 だと思うんですけど、 3.8 から 3.12 までテストしますとか、まあ、例えば Django 上のパッケージだと、まあ、LTS になっている 3.22 から 4.2 と、まあ、開発版の合計テストしますというと、まあ、いろいろ組み合わせが出てきたりすると、まあ、コンピューター上の Python に直接インストールしていると、まあ、いろいろぶつかってしまって、まあ、都合が良くないですよと。なのでまあ、しかもまあ複数プロジェクトでもう常に同じパッケージバージョン使えますっていうのは、まあよっぽどのことがない限りは不可能だと思うので、まあこの環境のアイソレーションっていうのがまあ大事になりますよと。はい、で、まあ環境のアイソレーションと一言言っても、まあ方式としてはまあいろいろありますと。はい、まあ一番まあお金がかかるやり方としては、もう開発のプロジェクト分マシンを用意しますというやつで、まあ、本当の物理マシンを用意することはあんまないと思うんですけども、例えば今だと AWS とか Google のクラウドとかで、あれですね、開発環境 VDI 環境と呼ばれるものを、バーチャルデスクトップを提供してくれてるので、まあ、それを、まあ、プロジェクト分用意しますよと、まあ、結構お金がかかるんですけどっていうのも一つの方法ですし、あとはあれですね、コンピューターの上に
仮想デスクトップとかですね、まあ、例えばバーチャルボックスだったりとかで、まあ、Linux とか環境をいっぱい作りますよっていうのもありますし、あとは Docker ですね、まあ、OS そのものではなくてカーネルの上の、まあ、OS 空間だけを、まあ、複数作りますよという感じの、まあ、そういう感じの、まあ、OS レベルの、まあ、アイソレーションというのも、まあ、環境分離もありますと、まあ、あとはそうですね、まあ、ここ5年ぐらい前、5年、まあ、10年前はなかったかもしれないですけど、まあ、PyEnv とか使って、まあ、プロジェクトで必要な Python のバージョンを固定しますよと、まあ、最近だと Rai っていうツールもですね、結構まあ Python コミュニティ古い人でも、まあ、お世話になったことがあるかもしれないスフィンクスとかのオリジナルのオーサーの一人だった光彦が作ってるツールですね。まあ、それも環境を作ると環境ごとに Python のバージョンをまあ固定できるというか、まあ、プロジェクトを作るといきなり Python のインストール始まってビビるんですけど、まあ、そういうツールを使ってまあプロジェクトごとにまあ Python インタープリタごと分けましょうというのもまあ一つ手ですと。まあ、あとはまあ、アプリケーションレベルで、まあ、Python インタープリタは一つなんだけども、まあ、アプリケーションごとに見ているライブラリの置き場を変えるみたいなところで、まあ、Python 標準で入っている Python 3に入ったまあ VMv とか、まあ、あとはその VMv のラッパーのまあポエトリーとか、まあ、ハチとか、まあ、それ系のツールですね、っていうのを使うというのもまあ方法はありますよと、はい、まあ、結構いろいろあってまあ悩むところかなと思いますと。で、まあ、環境分離をまあ選ぶまあ基準っていうのもまあいろいろあるかなと、もっとありまして、まあ、例えばまあローカルにまあ、インストールして何もしたくないですよとかだと、まあまあ、おそらく VDI 環境を使いますよとか、あとはまあ標準の Python だけで済ませたいですよっていうと、まあ、VMv 使うことになるかなと。あとはまあなんか何かしらツール入れてもいいよっていうんだったら、まあ、いろんな選択肢ありますよとか、まあ、あとはまあ Python だけじゃなくて例えばデータベースの Postgre とかも一緒に管理したいよみたいな時には、まあ、OS レベルのやつとか、まああれですね、まあ、VDI 環境でもいいですし、まあ、下のレイヤーの環境分離が必要になりますよと、はい、であとはまあどこからでもアクセスしたいようだと、まあ、クラウドのまあ VDI 環境かなとか、まあ、いろいろ選択肢がありますと、はい、で、まあ、ただいろいろある中で、まあまあ、僕個人のまあ大事にしたいような観点としては、まあ、まず環境構築の手間が楽っていうのはまあ大事かなと。で、まあ、大体オープンソースとかなんか自分が作りたいものがあった時にわっと気持ちが盛り上がって作るんですけど、大体その後、まあ、すっかり忘れるみたいな感じの、まあ、僕性格なので、まあ、結構一周報告とか、まあ、ちょっと GitHub 上でためがちなんですけど、まあ、たまに見ると溜まってるからやんなきゃっていうと、まあ、そのリポジトリ見るのが2年ぶりとかだったりするんで、まあ、その時だともうマシンも変えてるから新しく環境を作んなきゃっていう時に、まあ、簡単にできたらいいなっていうのが一つですね。あとはやっぱり仕事で使っている場合とかだと、まあ、人に伝えるのが楽とか、まあ、個人ごとのまあばらつきが出にくいみたいなのがまあもう大事かなと。まあ、あとはあれですね、結構人に Python を教える場合とか、結構なんか Python のチュートリアルとかをやっているチューターの人から聞くのが、結構人によって環境が違ってしまうとか、一応いろいろ案内は出すんだけども、まあ、例えばコンダ使ってインストールしてくる人とかいて、なんかちょっとやり方変わっちゃって、まあ、困っちゃうみたいなもあるので、まあ、なるべく人によってやり方がぶれないっていうのが結構大事かなと。であと、まあ、仕事はともかく、まあ、趣味の開発とかって大体お酒飲みながらやったりするんで、まあ、お酒飲んでも失敗しないようなやり方がいいなみたいなのもあります。はい。で、まあ、そんな中で、まあ、最近、まあ、結構盛り上がっているかなというのが、まあ、環境分離ツールが、まあ、Dev コンテナーズというやつですと。で、まあ、これもともとはマイクロソフトが、まあ、提供している Visual Studio Code で提供されている、まあ、技術ですよと。で、最近JetBrainsの IntelliJ の、まあ、Ultimate の一番高いやつでも、まあ、使えるようになったらしいんですけど、ちょっと僕まあ、去年もう使わないからいいかなと思ってライセンス買うのやめちゃったんで、ちょっと僕は試してないんですけど、まあ、でもできるようになったらしいですと。
で、まあ、技術的には Docker コンテナで、まあ、開発環境のを Linux の開発環境を作って、まあ、ファイル修正したりできますよというものなんですけども、まあ、Docker も本気で使うと結構難しいですよね。まあ、Docker ファイルを配ったとしてもちゃんとそれをビルドして、でそれをまあ起動してとかで、あとはまああれですね、まあ、お仕事やってる方だと Docker のライセンス買うのがちょっと稟議めんどくさいとか、じゃあ無料のポットマンデスクトップ使ってみようかみたいなか、まあ、いろいろその辺もいろいろめんどくさくなったりとかあるんですけど、まあ、Docker コンテナの中でできるし、まあ、設定ファイルを配ってしまえば、まあ、一応ポットマンとかでも動くのは確認したんですけど、まあDocker 互換のものであれば、まあ、サポートされて、まあ、動かすことができますよというものですと。で、まあ、普通に Docker で開発環境を作って動かすのと何が違うかっていうと、まあ、ローカルの環境の VS コードですね。なんでエディターは、まあ、普段手元で動かしている、まあ、エディター使えますし、まあ、例えばウェブサービス使っている場合はブラウザで動作確認すると思うんですけど、ブラウザもまあ普段使っているデスクトップのブラウザを使いますと。で、まあ、ソースコードはこのデブコンテナを起動するとローカルにあるソースコードがまあマウントされて、その Docker の中にまあコピーされていきますと。で、まあ、Docker の中で編集するんですけども、まあ、SSH でまあどっかのマシンに入って開発とかやったことあるまあおじさんとかいるかもしれないですけど、まあそれと似たような感じで、実際エディターが見に行くワークフォルダーはどっかの中ですと。で、VS コードサーバーっていうまあプロセスがどっかの中で動いていて、まあ、例えば NPM インストールでネイティブのパッケージとかインストールすると Linux 版がまあ入ってきますと。で、VS コードサーバーがプロジェクト のコード分析とかして、まあ、コード保管とかしてくれるんですけど、そういうのは全部 Linux の中で動くという感じですね。なんで VS コード、まあ、エディターと、まあ、ランゲージサーバーといろいろくっついてるやつですけど、そのランゲージサーバーだけリモートで動いてるみたいなイメージですね。はい。で、まあ実際、まあ、この中でデブコンテナ使ったことある方半分ぐらいはこれ初めてだと思うんで、じゃあ実際にやってみようかなと思います。ターミナル、ターミナルがいなくなった。あ、こっちにいた。はい、今、まあ、からのフォルダを作ってますと。で、VS コードを起動しますと。はい、で、まあ、デブコンテナの拡張機能を、まあ、入れておく必要があるんですけど、そうすると、この左下に緑色のアイコンができますと。で、これを押すと、まあ、メニューが出てきて、新しいデブコンテナを作るとか、まあ、起動しているコンテナにアタッチしますよとか、まあ、デブコンテナの環境設定ファイル作ります、あとリオープンで、まあ、そのコンテナの中の環境を開きますというのがありますと。で、まあ、一番上は、まあ、選んじゃいけない罠のメニューなんですけど、3番目のやつを作ると選ぶと、まあ、一番上だと本当にデブコンテナいきなり立ち上がって中に入れるんですけど、その環境を再現するためのファイルとか作られないので、まあ、動かしてみるのは簡単なんですけど、まあ、基本的には3番目の設定ファイルを作るってやつを使うかなと思います。で、まあ、ここでベースのイメージを選ぶんですけど、まあ、いきなりもうアナコンダとか出てるんで、アナコンダ使いたい人はこれ選べばいいですし、あとは Python3 とかですね、あとはこの Postgre も一緒に起動するみたいなのもあったりしますと。で、次にこのベースイメージですね、Debian のあれですね、ブックウォームとかブルズアイとかと、まあ、バージョンが並んでるんで、ちょっとまだ 3.12 はないんですけど、まあ、これを選んで、まあ、追加でインストールするもの、例えば、まあ、ポエトリーインストールしたいですっていうと上選択すると出てきたりするんで、まあ、チェックボックス入れると、まあ、これも後から入るみたいな感じですね。まあ、今は何も入れないで、まあ、OK すると、もうこれでもう設定ファイルができましたと。で、
リオープンインコンテナってやるともうこれでもうあの Linux 環境ができてですね、このターミナルとかもちょっと今字がちっちゃいんですけど、もうデビアンで動いてますよみたいな感じですね。なんでもう普通にあのまあさちょっといろいろメニューは選択したんですけど、まあ VS Code でローカルのフォルダー開くのとまほとんど変わらない手間でまあできますと。でまあ1回目なんで環境を作るメニューを選んだんですけど、2回目はもうこのフォルダーを選んだ瞬間にさっき の, あのデブコンテナのメニューのこのリオープン、まあ、今ローカルフォルダーでも、まあ、戻りますよメニューに戻って変わってるんですけど、あのリオープンインコンテナっていうメニューのダイアログがいきなり出てくるんで、それの青いボタンを押してあげるともういきなりもうあのデブコンテナの中を覗いた状態でもう VS コードが開くので、まあ、ほぼあの仮想環境を起動しますとか SSH しますとかっていうような手間は何もなく、まあ、いきなりまあ編集できて便利ですよと。はい、ということで、まあ、使い方を紹介しましたと。まあ、この辺スライドにいろいろ紹介しているので後でまあ読んでもらえればと思いますと。はい、で2回目はそうですね、こういうダイアログが出てくるのでこのリオープンインコンテナっていうのをあのフォルダプロジェクトフォルダを開いた瞬間にもこれが右下に出てくるのでもうこれ選ぶだけですと。はい、でデブコンテナの良い点ですね、自分で Docker で環境を作るよりもすごい便利な点っていうのがいくつかありまして、まあエディターとか検証用のブラウザーとかまあ普段ローカルで使うものと全く同じなのでまあ違和感なく使えますよと。はい、でまあ、ターミナル開くとさっきみたいにあの、まあ、僕 Mac 使ってるんですけどいきなり Linux と、まあ、Windows でやっててもいきなり Linux が開くみたいな感じで、まあ、そこぐらいで、まあ、普段の開発と同じような感じ で、まあ、できますよと。はい、でまあ普段 の, あのエディターが使えるっていうのは、まあ、結構 Linux ってやっぱ IME 周りとか日本語入力周り結構癖があったりして、僕結構あのデバッグメッセージに絵文字入れるのが好きで、あの蛇の絵とかやると緑色なんで色がつくんで、まあ、見やすいんですね。なんで結構蛇とか猿とかなんかいろいろな動物をコンソールに出してデバッグしてるんですけど、まあ、あの Linux だとその絵文字が出しにくいので、まあ、Mac 使ってていいなっていうのがそのまま、まあ、あれですね、Linux の開発環境でも使えるっていうのがまあ便利かなと。はい、であとはまあ Docker 内で Linux が動いてるんですけども、まあ、それをあの意識させないぐらい、まあ、自然にデスクトップと統合するような仕組みがいくつか動いていて、例えばさあのローカルでローカルのフォルダにファイルがいっぱい入っている状態で開くとそのファイルが全部あのリモート環境のワークスペースの中にコピーされる。でエディターで普通に開いて編集するとそれがまあローカルにもあの同期されるので、まあ、ファイルコピーとかその辺とかは全然気にしなくていいですよと。あとは、まあ、結構便利なのがあの、まあ、ローカルでみんな SSH の鍵とか作ったりしてあの Git の設定とかみんなしてると思うんですけど、まあ、その鍵とかですね、あと Docker Hub の認証とかもあのコンテナの中に自動で同期してくれるので、まあ、大体新しい環境を作って Git プッシュしようとするとなんかあの E メール登録しろみたいに言われてなんかアノニマスユーザーみたいなコミットメッセージができて困るみたいなことあると思うんですけど、そういうことがなくあの普段の開発と同じような感じでもういきなり Git コミットができますっていうところもまあ便利ですと。あとはあの Docker の中で、まあ、Django とか、まあ、Flask とかで Web サーバー立ち上げるとあの開発サーバーが開いたポートをそのままあのホスト OS の方にマッピングしてくれるので、まあ、大体 Docker でサービス立ち上げるときになんか -p あの8080:80みたいな感じでポートマッピングして開くみたいなことをすると思うんですけど、そういう手間もなくあのいきなりブラウザで開けたりするっていうところもまあ便利ですと。はい、であと要注意点としてはまあこの中であの会社で開発されていてまあ普段プロキシ邪魔だなみたいな方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあプロキシの自動対応はしてくれないですと。あとはまあファイルシステムの方で、まあ、Docker 自身もかなりあの改善されていて、
まあ、最新の BERT IOFS ってやつだと、まあ、僕の使っている Mac だと、まあ、今までのやつのまあ4倍ぐらい、まあ、スピードは出て、まあ、普段使ってて全然パフォーマンス上、まあ、結構 MacOS のどっか遅いみたいなことをよく書かれてたんですけど、まあ、全然そんな感じもしないぐらいまあ改善はされてるなという感じはあるんですけども、まああれですね、環境によってはあのキャッシュフォルダー系のものをローカルにいっぱい作るようなやつは、まあ、それを別のボリュームに逃がすような設定はまあした方がいいかなと、はい、であとは、まあ、コンテナ内部であの GUI のアプリケーションを入れて動かしたいみたいな場合はちょっと設定が必要だったりとか、例えばあのあれですね、あの X サーバーをホスト側に入れてあげなきゃいけないとか、まあ、そういうことはたまにありますと。で、まあ、僕の会社のまあ、同僚が書いた技術ブログなんですけど、あのプレイライトっていうあの E2E テスト の, あの自動テストツールですね、あの、まあ、プレイライトはあの結構便利な UI とかがあったりするんですけど、それを GUI なんで、まあ、外に出るような設定が必要ですと。はい、で、デブコンテナの、まあ、基本的な設定設定として、まあ、VS コードの設定とか拡張機能とかはあのさっきの設定ファイルに入れることで、まあ、同期を取ることができるので、まあ、設定ファイルを配ることでみんな同じ環境でできるようになりますよと、はい、であとはあのさっきの Python コンテナだと最初からあのブラックとか MyPy とかが入ってたりするんで、その辺はインストールしなくても使えるっていうのが、まあ、いいところですね。でプロキシ設定はこのリモートエンブっていう設定のところでローカルの環境変数をコピーしてあげるようにすれば、まあ、大丈夫なんで、あの会社でやられてる方も安心して使えます。はい、で、まあ、結構デブコンテナは結構すごい複雑な仕組みの上に、まあ、簡単に使えるようにしてくれるんで、結構まあ昔からやってる人のその Python 哲学的にはまあちょっといまいちかなっていうところもあるんですけども、まあ、確実にその裏の仕組みをなんか知らなくてもいいようにすごい頑張ってくれてるので、まあ、僕はまあ結構許せるかなみたいな感じで思ってます。ちょっとだいぶ時間が来ちゃったんでちょっと早めに喋ってますけど、はい、で Python プロジェクトの構成ですけども、まあ、2つまあ構成が考えられますと、まあ、1つが、まあ、Docker レベルで仮想化したので、まあ、Python レベルでは使いませんよと、あとはまあ VM の仮想化、最近いろんな便利なツールがあるんでそれ使うという2つ選択肢がありますと。でシンプルな方法としては Py プロジェクトトムル自分で作るっていう、まあ、スパルタンな方法があるかなと思ってますと、はい、で今時の PIP はこれさえあればあのセットアップ Py なくてもパッケージ入れられるのでいいかなと。であの、まあ、書くといっても結構あのスキーマバリデーションをつけると、まあ、結構あの項目が足りないよとか言ってくれるので、まあ、意外と悪くないなというふうには思ってますと、はい、でこんな感じの設定ファイルを書いてあの pip install-e で、まあ、コロンとかつけるとインストールしてくれますと。で一応開発用ツールとかも入れ分けることもできますよと。でただまああれですね、依存をテキストで書かなきゃいけないとかあるんで、この辺はもうちょっと便利なツールがそのうちできるといいかなと思ってるんですけど、まあ、Python 標準の方でもいろいろ議論されてるんですけども、ちょっとまあ時間かかりそうだなというところですね。はい、でよりイージーな方法としては、まあ、最近の Poetry とか Hatch とかその VM をラップしてる系のツール、まあ、Docker の仮想化のアイソレーションの上にさらに Python のアイソレーションをするんでちょっと無駄かなとは思うんですけど、まあ、最近のものは結構出来がいいので、まあトラブルがあってもまあ解決しやすいんじゃないかなとは思ってますと。でただ要注意点は PIP の標準だとあのキャッシュフォルダーがワークフォルダーの外にあるんで、まあ、全然パフォーマンス上問題ないんですけど、作業フォルダーの中に VM フォルダーとか作っちゃうようなツールだったら、まあ、それを除外してあげるような設定が必要かなと思います。はい、であとはライが人気なんですけど、これはあのあれですね、フィーチャー あのメニューで選ぶところには出てこないんですけども、まあ、ポストクリエイトコマンドっていうところに、まあ、わーっと書いてあげれば、まあ、ライをインストールすることもできるんですけど、まあ、いきなり Python のインタープリターがインストールされたりして結構ビビりますね。はい、まあ、バージョン固定したいときには結構便利かなとも思います。はい、まとめですと、時間は、まあ、ちょうどギリギリぐらいですね。
はい、まあ、デブコンテナーズ便利なので、まあ、Python の人でも、まあ、そうじゃない人でも結構おすすめですと。まあ、結構実際調べてみると結構仕組み複雑でよく動いてるなみたいなところあるんですけども、まあ、結構そういう仕組み知らなくても、まあ、使えるような、まあ、結構完成度の高いツールかなと思いますと。はい、であと、まあ、僕は PyProject TOML を自分で作るみたいな感じでやってたんですけど、まあまあ、そういうのもまあ結構不可能ではないかなとは思いますと。まあ、最近のツール結構 VM 前提のものが多いので、まあ、それを便利にしてくれるツールって探したけど見つからなかったんで、まあ、それはそのうち、まあ、ちょっと作ってみようかなみたいな感じで思ってますと。はい、あとは、まあ、今回の PyCon で、まあ、僕の発表と関連している発表がいくつかあったので、まあ、もう2つも終わっちゃってるんで、あの後で資料公開されたら見るといいかなと思うのが、まあ、一つはあのアンカンファレンスでグッバイディストユーティルズっていうのがあの20回でやられたのがあって、これは面白かったんで、あとはあの一つ前のコマで、まあ、Python パッケージングエコシステムというところで、まあ、ポエトリーとかの話をのやつが、はい、あったので、まあ、これもまあ近々資料発表あの公開されるということだったので、まあ、両方一緒に見てみるといいかなと思いますと。はい、じゃあ発表は以上になります。どうもありがとうございました。Well, it's a very interesting session. Do we have any questions? Yes. あの、さまざまな理由から Windows 上でちょっとやらなきゃいけないときに、WSL で、Docker を動かしてやらなきゃいけない時があるんですけど、 Dev コンテナを使って、WSL から、Docker 起動してっていうのはできるんでしたっけっていうのはちょっとオプションがあったかどうかっていうのはちょっと覚えてなかったので教えてください。できます。あの、まあ、Windows 上で試すと、ただちょっと1個注意点があって、あのデブコンテナー JSON の中にリモートユーザーっていう項目があって、デフォルトだとあのデブ VS コードっていうユーザーを作ってくれてそれでやるんですけど、なんかあの WSL2 の時はあのルートリモートユーザールートっていうオプションを入れてあげないと、なんかいろいろインストールとか失敗して動かないっていうのが一つありました。ただあの WSL2 の Docker 上でも動きますし、まあ、WSL2 っていうか、まあ、Windows にあれですね、入れたポットマンでも動くのは確認したので、あの Windows でも快適には使えますね。まあマイクロソフトが作ってるやつなんで大丈夫だと思います。ありがとうございます。Any other questions? We still have 4 minutes left. あ、すいません、開発時と本番時で、まあ、同じ Docker ファイルを使うメリットとして環境設定だけ変えれば動くっていうメリットがあると思うんですけど、Dev コンテナ使った場合その点はどうなんでしょうか。まあ、Dev コンテナは本当に開発専用なので Dev コンテナ用のコンテナでリリースすることはないですと。で、まあ、開発時というか、まあ、コンテナのメリットとしてはあの、まあ、環境変数とかパラメータ外から変えれば、まあ、ステージングと本番環境でも同じイメージ使い回せますよっていうところが、まあ、メリットではあるんですけど、ただ基本的に Docker の中ってビルド済みの、あの開発ツールとかがない本当に動かすアプリケーションのみが入っているので開発環境ではないんですよね。なんであのデバッグモードとかデブサーバーって言われるやつは、まあ、その Docker コンテナで動かすことはないと思うんで、まあ、毎回手元でビルドしてから動かしますっていうこともあるかもしれないですけど、まあ、それって結構不便だと思うんで、あのホットリロードであのソースコード変えたらすぐ変わってくれて、まあ、あのリロードされるみたいな、まあ、そういうのは最近の開発のトレンドだと思うので、まあ、開発と、まあ、リリース用のコンテナは分けるっていうのは、まあ、基本戦略になるかなと。で、まあ、作ったコンテナは、まああれですね、ステージング環境とか本番環境とかでは、まあ、使い回せますよみたいな感じですね。でまあ、
まあ、pip インストールとかした時のリクワイアメンツテキストとか作ると思うんで、まあ、そのファイルさえあれば、まあ、本番環境に入れるパッケージのはそこから作れると思うので、まあ、どっかイメージコンテナは本番環境用はそれから作るという感じになるかなと。ちょっと今日の資料には入れなかったんですけど、まあ、その辺僕は会社 のテックブログ です、ね、コンテナイメージの作り方みたいなのは書いてるので、まあ、フューチャーテックブログで検索してもらえれば、まあ、その辺は出てくるかなと思います。 Yeah, any more questions? We have last 1 minute. Okay, well, if we don't have any questions, we'll wrap it up. Thank you once again, Yoshiki, for your wonderful presentation and giving it. Thank you, Swamish.